ゴースト・オブ・ツシマは、13世紀のツシマを舞台に、モンゴル帝国の侵略と、それに立ち向かう侍の物語を描いた、オープンワールドアクションゲームです。ゲームでは、史実に基づいた要素と、フィクションが巧みに織り交ぜられており、プレイヤーは、当時のツシマをリアルに体験することができます。歴史的な背景、ゲームは1274年、モンゴル帝国による対馬侵攻を舞台にしています。当時、対馬は鎌倉幕府の支配下にあり、島民は侍を中心とした武士階級によって統治されていました。モンゴル帝国はすでに朝鮮半島を征服しており、次は日本本土への侵攻を企てていました。ゲームの物語。ゲームの主人公は、対馬の守護職である、佐々木家の一族である、神坂井です。神は、モンゴル軍の侵攻によって、家族を失い、叔父である、島津志村と共に、島民を守るために戦います。しかし、モンゴル軍の圧倒的な戦力の前に、対馬は徐々に陥落していきます。史実との比較。ゲームでは、モンゴル軍による、対馬侵攻の史実を、忠実に再現しています。モンゴル軍の残虐な行為や、対馬武士たちの勇敢な抵抗など、史実に基づいた描写が、随所に散りばめられています。しかし、ゲームはあくまでもフィクションであり、史実とは異なる部分も存在します。例えば、ゲームではジンがゴーストと呼ばれる忍者のような暗殺者として活動しますが、これは史実には基づいていません。また、ゲームでは対馬全土がモンゴル軍に占領されますが、史実では対馬の北部の一部が占領されただけであり、南部は最後まで抵抗を続けました。歴史とフィクションの融合。ゴースト・オブ・ツシマは、史実とフィクションを巧みに融合させた作品です。史実に基づいた描写によって、当時のツシマの状況をリアルに再現しており、プレイヤーは、まるでタイムスリップしたかのような感覚を味わうことができます。また、フィクション要素によって、ストーリーにドラマ性&娯楽性が加えられています。まとめ、ゴースト・オブ・ツシマは、歴史ファン&アクションゲームファンの両方におすすめできる作品です。ゲームを通して、13世紀のツシマの歴史&文化を学ぶことができます。ゲームは過去と現在をリンクさせ、史実とフィクションが絶妙に組み合わされています。プレイヤーは、対馬の歴史に触れながら壮大なストーリーに没入することができます。ゴースト・オブ・ツシマは歴史の興味深さとゲームのエンターテイメント性を融合させ、プレイヤーに感動的な体験を提供しています。対馬の史実とゲームの世界を比較することで、物語の奥深さやリアリティをより深く理解することができるでしょう。ゴースト・オブ・ツシマは、歴史とファンタジーの融合という、新しいゲーム体験を提供し続けています。